まあね。ふぅ、雑談しますか。ということで。いやー、まあね。まあいろいろありました。チョコレートスモーカーズさんの件で、まあいろいろまあ喋ったんですけども、やっぱ。で、あれでどう思うかって、俺がどう思うかっていう、その便乗系 YouTuber としてやっていこうと思いますけど、いやー、まあその、まあなん、でも、やっぱ事実か事実じゃないかって難しいんですよ。空想、俺の空想の中で話すと、やっぱりジョン・レノンは超悪いやつ、その含め、脇の二人も超悪い、やってることは悪大感だっていう風な、まあ、ものが出来上がってるわけですよ。やっぱその周囲のなんか、ママトさんが、ああいう感じで。まあ、ジョン・レノンさんの周りの人が悪いとはまだないけど。まあ、ちょっと余談なんですけど、11月10日にポッキーの日動画上げようって思ったらみんなめっちゃ上げてんだな。バカじゃねえのって、今日動画上げろよって思ったら、フライングポッキーデーみたいな感じで、分かった、フライングポッキーデーで明日に動画上げてやるよなあ。明日に俺動画上げてやるから、明日に俺はフライングポッキーデーって言って、いやフライングしすぎやまんねんみたいな感じの動画出すから、俺は明日ね。起きれれば、ちょっとコンビニ行って、怖いっすよ、外、下界は怖いですよ。ほんと。怖いけども、俺は行く。行って、そこでポッキーをね、2箱くらい買って、まいって言って、ポッキー病になったっていう、その、オチにしようかな。まあ、そんな感じで。まあ、あれについて思うのは、やっぱ年齢の差っていうのもあるんだよね。単純にね、年齢の差っていうのもあって、あと俺もほとぼりついたらなんか言いたいことがあるんだよね。そのなんで動画出せなかったかっていう理由があって、俺がちょっとの間だけ動画出せなかった日があるんですよ。まあ、まだ1週間くらい。まあ、それってなんかちょっとね、まあ、あったんですよ、理由が。まあ、動画にしようかなって思うけど、多分まだまだまだ、ちょっと希望はまだ、そのね、なんか、あるから、いろいろね、いろんな希望があるからっていうことで、ちょっとまだ伸ばせてもらうけど、まあ、それが終わったら俺は話そうわ。話して。再生回数が稼ぎたいわけじゃないんだ、俺は。やっぱりその、便乗芸っていうのもいいけども、でもやっぱ違う。ねえ、まあ今回の件、どう、なんだろうなと思うけど。なんかあんま思わないですよね、やっぱり。それについて。だって、面白くないんだもん。チョコレートスモーカーズって、やっぱり。面白くないけど、天才みたいな血もてはやされてる奴らっていうの。もうね、三能物語さんは面白いんだけど、天才、あ、よいってやられすぎてなんかおかしくなってんじゃない？自分の人生にセンスを求めて生きてますみたいな。意味わかんないこと書いてんじゃん、あいつ。言わしてもらうけど。なんやねん、お前って思うけどね。本当に。で、三王物語って、三王物語っていう、やっても、三王物語バナナの、あ、でも、三王物語バナナの偽アカ全部、あれじゃん、なんかモンスト知るかようなことばっかやってんじゃん。気持ち悪い。クソガキじゃん。あ、YouTube 論が消えた。あ、こっち。動画投稿系男子でさ、変わっちゃってる。チェマンですね。チェマンは俺いいと思ったんですけどね。でもね、でもやっぱりいい企画をだよな、三能さんは。でもほんとなんか、うおー、やっぱ面白いわって言われる YouTuber の動画、じゃあ、こっから、じゃあちょっと一回分割します。あ、じゃあこれはこれで話します。まず俺、チョコレートスモーカーズってほんとなんか、面白いって思ったことはないし、ないんだな、やっぱ。そんなんだったら全然東海オンエア見るわ、夕闇見るわって感じ。やっぱビジネスでやってるやつってつまんねえんだよって言うと思うけど、ヒカルさんっていうのは、
動画はほんとつまんない、ヒカルさんは。でも、ヒカルさん自体は俺は好きなんだよ。なので、人柄が好きとかじゃなくて、まあ、面白さみたいなね。ラファエルさんとのあの絡みが俺欲しい。だから、ぶっちゃけラファエルさんの方が好きなんだよ。ラファエルさんがいてくれないと、ヒカルさんの個性って爆発できないし、まあ、化学反応だよね、いわば。でもやっぱやってほしいのはあれだよな、べしゃり食堂はやっぱ面白い。まあ今いろいろ問題になってるけど、でもやっぱべしゃり食堂って面白いわけ。素直に自分の思ってることをズカズカ言うっていうのは、俺はいいと思うんだよ。なんかそう、本当に。だからこんな汚い人間だよみたいな感じでさらけ出していくっていうのは、逆に俺はかっこいいんじゃないかなって俺は思うわけよ、やっぱり。ね、だからそれをなんか取り上げられてるけど、まあそういうのとかしょうがないよね。だから自分の思ってることその通りに言うって。いいと思うなって思うんですよ。それになんか批判が来てるけど、お前らだってもっとなんかそういう少年の腐ってるところはあるだろうし。うん。俺だって少年腐ってますよ。うん。まあ、どこら辺が腐ってるかなって、やっぱ人の力でね、なるべくいいとこまで行きたい。って思ってます。やっぱ自分の実力で行こうと思うけど、俺に実力はないでべ。ないだべ。うん。違うな。なんだろうな。座ってるから喋りにくいのかな。わかんねえな。うん。まあね。座ってたって変わんないんだけど、まあちょっとね、飲み物が欲しい。まあ、じゃあラファエルさんの良さについて後語ろう。動画2本できたわ。まあいろいろね、面白いと言われる人のやつだから、まあね、まあチョコレートスモーカーズとケンっていうのは単純にやっぱ年齢の差って大きいっすよ、やっぱ。うん、で同級生でやっていくのに見知らぬやつがポイって入ってきたらやりやすいわけないじゃん。うん、簡単に言って。でも結構いろいろずっと長い時間まで編集してたからね。うん、ヨハン君はね。って言って俺何も知らないですけどね。ネットの情報を鵜呑みにするバカなんですけど、まあね、そういうのとか見て、わあ、いいなって思うんですよ。やっぱりね。いやでも、で、柴田さんが言ってたんですよ。グループ YouTuber の利点って何って言ったら、やっぱ楽しいんですよ。で、YouTuber っぽいことは、まあ、数字が取れることって、大体人数がいると、バッて、一気にできるんです。だから、まあ、いろいろ。人数がいると楽しいんだわ。でも、方向性の違いができて、できて2ヶ月とかなんですよね。だから、俺も最終的には、グループ YouTuber になるんですよ。俺のね、俺の千里眼によってね、千年先の未来まで見えるんですよ。自分の未来がね。うん、で死ぬんでそんな1000年も見れねえけどな。俺が1000年生きてるって、まあ俺最低であと140年生きるんですよ。ごめんなさいね。うん。そんな感じで、ああ、そうだ、冷房ついてないからだ。本調子が来る。今何月だと思いますか ?11 月の12日、まあね。ポッキーの日と見せかけて口の日ですよ。1、口だろなあ、同意を求めろ。何言ってんだろ、この人。同意を求め、同意、あ、承認欲求。ね。自己顕示欲の次は承認欲求ですから。自己顕示欲って。すごいよな、ポプテピビックの作者も。頭ぶっ飛んでるもんな。あんな漫画描きちゃって。いやー、でね。何でしたっけ。まあ、単純に他人ですけど、やっぱ友達と他人ってやっぱちゃうやんって話。うん、で年齢も違うからやっぱさパシリになっちゃうよねって悲しいけど。でも俺ジョジョエンリングのところは俺は面白いと思うんだよ。ジョジョエンリングってジョジョエンリングです。ねお前バーンってツッコミは俺あれは好き。あの流れは好き。うん、ジョジョエンリングで、このジョジョエンリング、このジョジョエンリングでっていうシーンゴツンみたいので、チャンネル登録してくれ、俺の知見はどん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 、ありがとうさんみたいなのは、あれは好きです。あの流れは好きですけど、それ以外はあんま好きじゃないよね。あのキャラもどうかと思う。こんな感じで。W、セックス、ワイシャツ、ロンはチョコレートスモーカーズの残念です。およ。障害者のモノマネって言っててね。確かにそうだよな。うん。あと、そろそろ多分、小野洋子さんあたりから訴えられます、ジョン・レノは。はい。あれジョン・レノ私の元夫の名前をパクってる。訴えるよって感じでね、まあ、訴えられるって。こんな動画出してたら俺が訴えられるわ。で、俺経由でジョン・レノ訴えられるわ。なあ、小野洋子さんのも、小野洋子さんって。なあ、それ。村か。小野洋子っていう村か。なあ。ほんとそうだよ。みたい
みたいなものまで、そんなこと言ってないだろうしね。ジョン・レモン訴えられたら、ジョン・レノも訴えられるだろう。うん。やべえぞ。まあ、ということで、今日の時間おしまい。まあね、言ってたんですよ、J の挑戦がね。いや、ジョン・レノも訴えられるんじゃないでしょうか。みたいな感じ。これ見ずにゃ、この喋り方見て、I'm amazing this。いや、ちょっと光混じってるし。ということで、次回の動画で会いましょう。バイバーイ。